小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。六曜は専務、何事も控えめに、午前は今日で午後は吉。今日の絵とは日の絵虎、日の絵が陽の日で、虎が陽の木やさかい、これから音読五行を読むと、木が燃えて火を生むいうことで創生、物事が順調に進むいう系や。まあざっくり暦の注釈言うていったけど、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとえひんなるとええね。ほなまたね。